産経新聞ですけども17日ですね AI が発明特許を認めずっていうね AI が発明したものを特許庁に申請したら却下されたという話ですね、まあ、ちょっと東京地裁、えー、人間に限られるっていうね。はい えー、AI が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟があり東京地裁は16日知的財産基本法などに照らし発明者は人間に限られるとして米国籍の出願者の請求を棄却する判決を言い渡した。 裁判長は一方で現行法の制定時に AI の発達が想定されていなかったとし国民的議論で新たな制度設計をすることが相当だと言及した判決によると出願者は数年前に発明者をダバス,、えー、ダバス本発明を事実的に発明した人工知能 と記載し、特定装置に関する特許出願特許庁は発明者として記載できるのは人間人に限られるとして修正を命じたが応じなかったため出願を却下した。 裁判長は AI に関する制度設計は国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることが相当と言及諸外国でも同様の問題は生じており、えー、イギリス最高裁は2023年特許権を得られるのは人間だけで AI を発明者とすることはできないとの判決を出したでもこれ妥当だと思いますけどねあだってほら特許権って一応権利じゃないですか、えー、ですからこの特許権を 他社が、ねえー、使う場合は特許料が発生したりするわけですよ、えー、これ AI が権利者になっちゃった時に「すみませんこういうふうに使いたいんですけども特許料払えますどうでしょうか?」って時に AI が「ど,ど,どうするんですかねあじゃあ俺の口座振り込んどいて」ってえじゃあ AI が、えー、銀行口座持てるんですかね AI 名義で、えーえー、だからいやじゃあお金欲しい そうそう AI お金欲しいのかないやーこれちょっと意味不明な事態になるんですよ、えー、でその AI が暴走しちゃったりとかして誰が申請しても拒絶みたいなね、えー、<laughs> だから、えー、じゃあそのえー、あの例えばね著作権って5050 50年あの 権利者が亡くなってから何年とかで、亡くなって何年っていうのがね、基準だったりするんですけど、AI 死ななかったりすると、ね、どうなるんだとかね、いろいろありますからね。ですから、AI を使って、あ、これいいな、AI に考えさせて、お、これいけんじゃんって言ったら自分の名前出願すればいいだけであって。これ AI 名義で、まあ多分このね、AI 名義で出願したらどうなるかっていう実験をしただけですよ。そんでも AI 使って、お、いいね、このアイディアで。 俺の名前で申請しようでいい話ですから <laughs>。ですよね。だからこの外国人がどういう意図でね、だって修正しようって言って、あ、修正したら通るんだなと思って、じゃあ僕の名前書けばよ,よかったなわけですよ。いや、名前変えないって言って判決が出たわけですけども、多分こういう思考実験をしたかったんでしょうね。はい。えー、そらそうでしょうよ。 AI が権利者なんかないまけでだ,だってもうあの、特許権云々の前に民法ですから、民法で自然人の定義って決まってるんですね。自然人が基本的人権の主体であって、例えば犬に人権があるかっていうとないんですよ。基本的人権の尊重って犬にないんですね。あもちろん動物愛護という観点はありますけども、だから他人の犬を殺しても器物損壊なのであって、殺人罪とか削剣、殺剣罪とかにならないですよね。 あくまでも物を壊したというだけなんですよね。だから犬は人権じゃなくて献っというね、えー、話ですけども。そう、だから人権ない、ないんですよ。まして AI ですよ。えー、えー。ですから基本的人権、だから権利の主体者になれないんですよ。だからあの、えー、日本における権利の主体というのは、自然人か法人ですよね。自然人か法人。 まあもしくは権利能力なき社団って言って法人とみなされる団体はありますよ。はい。えー、それ以外で、あの、権利の主体になれない。だから民法の基本的なとこですから、人とは何かとか、人権の享受主体は何かっていう、もう法学の基礎中の基礎ですからね。ですから、あの、AI が発明の出願者になって権利者になるっていうのは、 もう特許関連の方以前のそもそも民法のレベルの話ですからねそらこうなりますわええ <laughs> で今後議論に委ねるとかなんか裁判長言ってるけどいや無理でしょうそれ <laughs> AI じゃ特許権どうやって払うんですか <laughs> ねえそうですだから知的財産っていろいろあって特 特許は特許であるし、ね、あと何 <laughs> 実用信案とか衣装登録とかあと商標権とかもありますでしょあとは著作権とかいろいろねこう知的財産あるわけですけどもあだからこれ結局チンパンジーが写真を撮ってその衣装権がどうなるかチンパンジーが絵を描いてそこに著作権をはあの発生するかって議論がありましたよね。これもチンパンパジーは あの知的所有権の主体になれないんですよはい、えー、そういう議論ありましたでしょええー、というねええー、だから AI が発明、えー、いやいいアイディアですよ AI に発明させるっていうアイディア自体がいいアイディアですね <laughs> ここら辺の分野で使えそうな,なんかアイディアないみたいなまあでもね AI がどうかな大体今あるものをこんなアイディアみたいに今あるものは言うかもしれないけど未知のアイディアを AI 自体がど,こでどれだけ出せるかですよね例えばおいしい料理とか言ってねなんかオリジナルのなんかレシピ考えろみたいなのはなんかある程度できるらしいんですけども。 えー、本当に特許権が取れるほどのものを AI が作り出すのかなだから全く今までなかった新しいアイディアを作り出すっていうのは結構人間が得意とするところで機械って与えた条件で、ね、あのそこをなんか分析させるとかそれをなんかあの、うん、えー、っとなんか要約させるとかそういうのは得意ですけども存在していなかった未知のアイディアを AI が繰り出せるかどうかですよね。えー どうですかねでしかもこれ、ね、特許っていうのは新しい考えだけじゃダメでそれによって劇的に便利になるとかもう,もう何万人も救われるとかそういう意味のあるものじゃないと特許って権利にならないですよ誰も考えないおかしなものとかねなんじゃこれへんてこりんみたいなそういう奇抜なものはねあの権利にならないですよこれを使ったらこういうふうに救われるこの技術があったらこれだけ工程がね あの少なく済むとかなんかそういうねえ人間社会に寄与する大きくプラスがあるアイディアじゃなきゃダメなんですよね、えー、ですからまあ、はい、そんなものを AI が繰り出せるのかなっていうのはちょっとね私としては興味があるところですけどねいや出せるよってことかもしれないしちょっと分かんないですけど私の感触だとそここそ人間じゃないかなと思うんですけどもねはい いやもしポンポン発明してくれる AI を手元に持ってたらその人億万長者になれ,なれますよどん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 進出すればいいんですもんどんどん権利取れてすごいことになりますよ、ね、ええ